どうもそうじゃないそうですということで、皆さん46時間テレビ楽しんでますかということで、今はねこの動画を僕が撮影しているのが、6月21日の深夜3時ということで、まあ2日目が、終了したって感じなんですけども、まあこのままね8時、7時過ぎ、ぐらいまで起きてようと思ってる人だったりとか、まあそれより後にこの動画見てる人も、この動画で一緒に、2日目振り返っていきませんかということで、やっていきたいと思うんですけども、まあまず振り返る前にちょっと皆さんにね言わなきゃいけないことがあるなと思いまして、まあそれ何かっていうと、僕現在まあ深夜3時、6月21日の深夜3時時点で40何時間かぐらい起き続けています。なんと僕あの金曜のね乃木坂46時間テレビが始まる金曜の違うな木曜の昼12時ぐらいからずっと起き続けてて、だからもうね46時間テレビをずっと起きてても、なんか3日間ぐらい起きてることになるのかみたいな感じの勢いなんですけれども、ちょっと2日目なかなかやっぱ厳しい時間帯もあったんですけども、お前そんな厳しくしてまで起きてる必要あんのかっていうね感じで思ってきたんですけど、あの記憶にないところが若干あるんですよね。見てはいてましたよ、ちゃんと見てはいたんですけど、なんか全然頭に入ってないなっていうことがあるので、まあ全然ねあの振り返れないところだったりとかもあると思いますし、あと間違ってるね部分とかもあると思うんですけども、ぜひ間違ってたらねコメント欄で訂正してもらって、よろしくお願いしますっていう、そこら辺をご了承くださいっていう感じで、でしかも1日目よりも2日目の方がね時間長いので、もうパパパパパパって感じでね振り返っていきたいなと思います。でまあ2日目ね7時半ぐらいでしたかねから新4期生の時間つなぎトークっていうのがね、来て、まあ、それまでのその MV の時僕もうめちゃめちゃ眠かったんですけど、まあ、7時半ぐらいになって画面切り替わったら、ああちょっとびっくりもしたし、あちょっと目も覚めたみたいな感じで、まあただねあの白目の林瑠奈ちゃんしか記憶ないんですけども、まあそんな感じで、まあ、8時ぐらいから2日目本格的にスタートっていう感じだったと思うんですけども、2日目の MC が、まず最初が、まいちゅんとさくちゃんで、次が映像犬トリオアスカちゃんとみずきと梅ちゃんで、次がミオナとまゆちゃんって感じだったと思うんですけど、2日目はいやどの MC も良かったっすね。でもまあなんかアスカちゃんも知ってるのももちろんあるけど、特に映像犬トリオの MC はねすごく良かったなと、個人的に思うんですけども、でまあちょっと時系列バラバラになっちゃうんですけども、しょっぱな朝からもあのさくちゃんの嘆きっすよ。朝からあれはもうほんと最高ですよ。しかも2回ねめちゃめちゃ最高でした。であとはまあなんかそれぞれ触れていきたいと思うんですけど、まずは電子台ですかね。電子台まあ2日目もねたくさんメンバーやってましたけども、まずはちょっとたまちゃん触れさせてくださいってことで、たまトレっていう感じでしたけども、あれいいね、あれもパン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 みたいなね感じでやってましたけども、まあこれ僕毎朝ねやろうかなというふうに決めましたので頑張っていきたいなと思います。であとまゆちゃんの格付けチェックもね、ゲテモノ食わされるっていうね感じでめちゃめちゃ面白かったし、あとみずきの一人で MV 作ってみたもあれ良かったですね。もうめちゃめちゃ可愛かったし、まあ小ネタというかパロディなんかもあったりしてめちゃめちゃ良かったなと思ったりとか、あとマーヤの英会話のやつあれおもろかったっすね。めちゃめちゃあれおもろかったっすわ。ちょっと若干放送事故なのかなっていうところもありましたけども、あれめちゃめちゃ笑いましたね。であとカズ先輩ですよ。もうカズ先輩かっこよかったなっていう窓から今回もやってまいりましたけども、まあ今回はねカッキーはもちろんなんですけど、なんとセイラちゃんにも手を出せっていう、まあ、カズ先輩なかなかやるなっていう感じでしたけれども、カズ先輩良かったし、まああとカキオもね出てきましたけども、カキオはちょっとなんかねそのシチュエーションというかその漫画みたいなのやってましたけども、カズ先輩には程遠いのかなみたいなね感じで、であとキーちゃんのホラーゲーム実況も良かったわ。あれなんだゴーホームってやつと、なんだっけだるまさんが転んだ途中トラブルめっちゃありましたけど、まあ、キーちゃんほんと元気だしリアクションもいいから見ててめちゃめちゃ楽しいもんね。あれキーちゃんと久保氏のこのコンビがなんか今回の46時間テレビ最高だなっていうね、まあ、昨日の1日目のツーショットだったりとか、あと久保チャンネルでの2人だったりとか、まあなんかこの2人ね今回の46時間テレビで僕ナンバーワンペアというかすげえいいペアだなって思いました。であとジュンナのあの演技力みたいなやつもめちゃめちゃおもろかったし、まあ、あとはヨダちゃんかな。ヨダちゃんねショートにしまして電子台で、もちろんロングのねヨダちゃんも可愛いんですけど、ショートのヨダちゃんもまたこれめちゃめちゃ可愛いなっていう感じです。あのヨダちゃんの電子台の時はすごいマチュの狂気っぷりも出てましたけども、髪の毛もらっちゃうよみたいな感じでね、狂気っぷりも出てましたけども、まあこんな感じで、まあ、ちょっと触れられてないメンバーいますけど、電子台めちゃめちゃ2日目よもう良かったんじゃないかなと思います。
思います。であとはこの2日目といったら鬼別企画ですかね。まずは3期生の運動場決定戦、的なやつ。いやこれ朝から見ててねめちゃめちゃ面白かったんですけど、優勝は誰だったっけ、やべえ待って優勝が忘れてる、葉月だ、葉月だったんですけども、デンちゃんもねフラフープと腹筋以外はねめちゃめちゃすごかったし、まあ、それぞれの競技で1位取ってた人とかビリ取ってた人とか、いたわけですけども、まあ、3期生がね運動してるとこなんかなかなか見れないから、まあ、3期生というか、乃木坂メンバーって言っていいのかもしれないけど、めちゃめちゃ良かったですね。で次4期生かな、お菓子の家作りみたいな感じでしたけど、僕これもう収録してあるんかなって、事前に収録してあるんかなと思ったら生放送で、作るみたいな感じで、途中途中ね中継入って途中経過発表していくみたいな感じだったんですけど、まあ、まだこれは多分完成してない、明日の3日目で完成するのかなと思うんで、これめちゃめちゃ楽しみだなと思います。で予想以上にすげーでかいっていうね、感じ で、 であとは1期生ですね、9年目の同期会、だったと思うんですけども、もう1期生は本当なんかね、あもうすごい気持ちよく見てられるっていうか、安心して見てられるというかね、もう最高ですね、うん、もうめちゃめちゃ最高。あとあのマーヤとイクちゃんが仕掛けたドッキリに関しては僕もう全然分かんなかったっすね。まあなんか最初の方ね仕掛けがあったみたいなアスカちゃん言ってましたけど、あ何かの仕掛けと思いながら見てたけど、何の僕違和感も感じなくて、あ普通にいい同期会だなと思ってたら、まあ、あの絵とか普通に信じてたし、普通に高い絵置いてんなぐらいの感じで見てたし、割り箸も割れないことなんてあるんだと思いながらね、3人ぐらい割れてないからここのお店の割り箸ちょっとあれなんかなって思ったりもしちゃったんですけども、まあ全て仕掛けだったっていうことで、めちゃめちゃ良かったですね本当に。であとは2期生生で修学旅行の夜みたいな感じだったんですけど、イヤホンガンガンゲームと、なんだっけあのカードゲームみたいなやつやってたと思うんですけども、2期生のあのわちゃわちゃ感いいっすね。あとキーちゃんめちゃめちゃ声でかかったね。まあ結構夜も遅かったと思うんですけど、キーちゃんめちゃめちゃ元気じゃんっていう、なんかキーちゃんこの46時間テレビでより好きになったっていう感じですね個人的に。であとはアベマコラボ企画の乃木ちゃんの2期生、対決があったりとか、あとあれか狼ちゃんには食べられないみたいなやつ、狼ちゃんとのコラボのやつだったんですけど、僕これに関してはねちょっと記憶がないんですよね、全然ね記憶ないんですけども、メンバーがこう嘘つくの上手かったってことと、あとなんかすごい見てる人も参加できるからすごい盛り上がってたなっていう感じの感想っていう、すごい浅い感想なんですけども、まぁ、あ、ちょっとこれに関しては後で見直したいですね。であとコラボ企画何かあったっけ、あれだ、声優と夜遊びとのコラボ企画、これさもうめちゃめちゃ神企画じゃなかった、あれやばかったよね。あのなんとかマイク使ってさメンバーがささやくやつ、もうイヤホンさして聞いてたらさもうやばいねあれね、まあ、特に誰だっけな、いくちゃん、いくちゃんとくぼちゃんだ、くぼちゃんに関してはもうね凄まじかった、鳥肌だったのマジで、もうほんと予想をはるかに上回るもう最高さでしたね。であとは定期的にあの天心選手のね、トレーニング、があったりとか、あとツーショットトークかがあって、であのカズミンの面白かったな、カズミンがさツーショットトークで選ばれてそのリモートのね、個人の部屋に移した時にもう完全に横になって休んでるみたいな、 あれめちゃめちゃ面白かったっすね。でカズミンと誰だっけ、佐藤理香ちゃんか、のトークだったりとか、あと梅ちゃんと水木の、トークで映像系の話とかアスカちゃんの話とかしてましたけども、ツーショットトークも良かったし、あとは最後の深夜の恒例企画人狼、ですかね、まあ、今回3、4期生での人狼っていうことだったんですけど、まあ、1回戦目はあの視聴者にも隠して、ちょっと参加型みたいな感じでやってて、すごい僕も自分でね考えながら、できて楽しかったし、まあ、2回戦目は視聴者にも分かってたんで、まあ、普通に楽しんだっていう感じで、まあ、2日目もめちゃめちゃ盛りたくさんで最高だったんじゃないかなと思います。ということで、残り1日となりましたけども、ぜひ皆さん3日目も楽しんでいきましょう。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォロー、コメントよろしくお願いします。バイバイ。